何物騒なこと言ってんの？そうです、私が道明寺桜子です。さすがシューマー、私のことは何でも知ってるんだね。ありがとう、シューマ。って、何してくれちゃってるの？え、嘘？もしかしてまだ張り出されてる？もうなんだよ。焦って損しちゃったじゃん。拾って保健の先生に渡してくれたんでしょ？なら問題ないじゃん。なーに？あ、極白ならもっと雰囲気があるところがいいかな。あ、あれスルーされた上にどうでもいいことでダメ出しされてるんだけど。すんませーん。って、シューマが。悪い、ボールこっち蹴って。待ってよシューマ、途中まで一緒に帰ろうよ。シューマ、なんか変わったよね。
変わったって。少なくとも冗談言えるようになったしさ。1ヶ月くらい前のシューマは心ここにあらずで、私が話しかけても「ああうん」くらいしか反応してくれなかったから。させちゃったよね。そうだよね、元気になってきたかなって思ってた途端学園を休むしさ。風邪かと思って様子見に行ったらもう抜けの殻でしょ。バカなこと考えてるんじゃって思って創作願い出そうか本気で悩んだんだから。あと数時間連絡が遅れてたら全国指名手配されてたところだったのに、残念。何って、捜索願いの届け出って普通家族じゃないと出せないから。じゃあ指名手配されるように罪をかぶせようかってことになって、心配かけておいて、本人は海外で遊んでるんだもんね。でもお父さんの実家に行ってたんでしょ。っていうかシューマのお父さんって外国の人だったなんてね。ハーフって顔つきじゃないもんね。顔色悪いよ。汗も出てるみたいだし、なんか悪いもの食べた？色の変わったマヨネーズとか。日差しって…信頼出てるかチェックしてこなきゃ。